どうも、今回はお笑いコンビサンドイッチマンお二人の運勢を見ていきたいなと思います。まずは、伊達みきおさんの運勢を見ていきたいなと思います。伊達みきおさんの運勢は志が高く行動範囲も広く目立つ存在です。運勢には波が多く、自ら困難の中に入っていき挑戦していくことに快感を持ちます。雄弁で説得力があり、波に乗れば成功を手に入れられますが、欲が強すぎるため能力以上のことに手を出してトラブルを招き一気に転落する危うさもあります。人の評価を必要以上に気にしていいところを見せようと無理をしてしまうことも、少しでも非難されると落ち込んだままなかなか立ち直ることができません。友人は多いものの自分は心を開かず関係が浅いため孤独を感じることが多いようです。健康面には不安があり、病気や怪我をしやすいので普段から注意するようにしましょう。家庭運は、男性は仕事ばかりであまり家庭を試みないので、家族の面倒を見て無理をするといった暗示があります。続きまして、相方の富澤たけしさんの運勢を見ていきたいなと思います。富澤たけしさんの運勢は器用で実力もあり、専門的な分野で成功する人生です。平穏無事な生活を望んでいますが、波乱万丈となりやすく、かなり浮き沈みは激しいでしょう。運の急な変化も暗示され、転落することもありますから気が抜けません。性格は義侠心があって情が深く、困っている人に頼まれると嫌とは言えず、自分までトラブルに巻き込まれるようなところがあります。また自分の考えがありそうで実はなく、人の意見に左右されてしまうところがあり、肝心なところで弱さが出てしまうので、もっと強い意志や冷静さが必要でしょう。深く考えずに行動してしまうところを改めないと失敗につながるので、焦らずよく考えてから行動するように心がけましょう。いつも体のどこかが良くない暗示があるので、落ち着いて行動するようにして、食事にも気を使った方がいいでしょう。今回はお笑いコンビサンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんの運勢を見ていきました。